え、なになに？敵のピカチュウの仲良くする仲良くなってんじゃねえよ、おい。2番道路に行こうろといろんな建物もあるみたいろ。2番道路、こっち？なんかこっちの方にマーク。アイナさん。お、なになに？お、来た。2番道路に建物がいっぱいあるってどういうこと？私よく迷うんです。道もわからなくなるし、服も買えなくて。いよいよ島巡りの試練に、茂みの洞窟に向かうんですね。古い本に書かれていました。なんでも昔の島巡りは守り神さんと戦う強さを身につけるための旅でもあったそうです。ハプコケコさん、ポケモン勝負が好きだとリリータウンでも聞きましたよね。ハプコケコさんに会えたら、どうしてアイナさんや星雲ちゃんを助けてもらえたのか、わかるのでしょうか。さあ、どうやろうね。ピュイ。アイナさん、試練、頑張ってくださいね。私も応援しています。ありがとう、頑張ってくるよ。ん？あら？二番道路の前、なんだか見たことあるような。え、なになになに？ん？シマキングと、ケンタロス、ブモー。おお、アイナ、今沈めたところだ。そうだ、前みたいにケンタロスに触れてくれるかな。ほいほい、オッケー。ブモー？こんな何も臆することなくケンタロスに近づいていくのもすごいけどね。君のポケモン好きが伝わるのか、ケンタロスも喜んでおりますな。それにしても、島巡りをしたがるケンタロスに、この腹、ハラハラしますな。シャレか。おお、なんか旅立っていったよ。おお、この腹と追いかけっこですな。島キング、負けはせぬ。なんか楽しそうやね。え、てかあのケンタロスは飼い主がいたんじゃないの？二番道路の先はどんな風になっているんだろう？ちょっとその前にね、そういえば忘れとったんやけど、ポケモンサンムーンの早期購入特典で、ゴンベがもらえるらしいんやけど、この人かな？こんにちは、アイナさんですね。そうそう。不思議な贈り物が一件届いています。ポケモンの贈り物です。受け取りますか？ほい。おや？手持ちのポケモンがいっぱいのようですね。ポケモンを整理してからまたお越しください。あ、なるほどね。ちょっと待って。じゃあちょっと預けとくわ。え、てか別に渡してくれたら、その子をボックスに送るとかそういうこともできるじゃないか。じゃあとりあえず適当に、この子を、はーい。なんかすごい中途半端な場所に置いたけど、まあとりあえずやけんね。はい、不思議な贈り物一件受け取ります。アイナはゴンベイを受け取った。イエーイ。ゴンベイのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。かわいいな。ほい、ゴンベイ登録完了。レッツレッツ、どんなポケモンか調べろと。ゴンベ、大食いポケモン。食えそうなものを見つけたらとりあえず拾って丸飲み。だから日に日に、なんて読む、太っていくかな。ニックネームはつけません。ゴンベを手持ちに加えました。こちらの贈り物にはカビゴン Z もついています。こちらをどうぞ。アユナはカビゴン Z を手に入れた。またのご利用をお待ちしております。カビゴン Z って何やろ。ポケモンではないということ。バッグの中にでも入っとんかな、そのカビゴン Z とやらは。これか。カビゴンのギガインパクトを特別な Z 技にグレードアップする Z パワーの結晶を作り出す。あ、要はカビゴンに進化したらこれを使えばよろしいということかな。で、ちょっととりあえずはちょっとレベルを上げてるこの子を連れて行きたいからごめんね。ほい、行ってきます。なんか早期購入特典で、ソフトのさ、箱の中に紙が入っとったんやけど、それに説明が書いてあったよ。お、2番道路。シマキングは一体どこ行ったの？これはトレーナーなんかな。いや違うんか。お、なになにあれ。二番道路の草むらが揺れていたら気をつけよ。中のトレーナーめがけて近寄るポケモンがおるんじゃ。しかもじゃよ、戦った後、道具を落とすこともあるんじゃ。あれ、謎の草じゃないの？
違うの？謎の草じゃん、ほら。あ、違うんか。別に暗くなっとるだけか。幕の下来たよ。野生の幕の下が飛び出してきた。いっけい、つつけら。つつけらで大丈夫かな？相手格闘よね。まあ大丈夫かな。適当。てか、おっしゃー、捕まえたい。捕まえたい。つつけらの鋭い目。あ、なるほど、命中率下がらんねやね、つつけら。やったね。よし、いっけい、モンスターボール。ムーンってあれやね。なんか、昼間でも月が出とんやね。今普通に明るいのに月出とるもん。やった、幕の下を捕まえたぞ。イエーイ。つつけら、多めに67の経験値を手に入れた。お、幕の下のデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。いいよね、この間抜けな顔がちょっと。幕の下って何？張り手山になるんやっけ？全然違う？捕まえたのはどんなポケモンか調べろと。幕の下、根性ポケモン。朝目覚めるとみんなで稽古。昼になると餌を食べ昼寝。目覚めればまた稽古の毎日。お相撲さんやね、ほんとに。ね、すげえ、生活が。じゃあ、ボックスへ送っておこう。あ、落とし物？アユナはお盆の実を見つけた。アユナはお盆の実を昨日のポケットにしまった。おー、やったね。ありがとう。おー、トレーナーだった。ようこそ、島めぐりさん。お姉さんを倒す試練、あなたにこなせるかしら。なんか、島めぐりさんっていう名字みたい。大人のお姉さんの金見が勝負を仕掛けてきた。えらくセクシーな方やね。お、ゴース。おー、いいね、いいね。つつけらじゃちょっとエスパー系が欲しいな。どう？エコーボノーマルは効かんか。岩砕き。あ、そっか、効果ない。効果ないよ。え、何やったら効く？うわ、岩木崎が4も削られたんですけど。ちょっと待ってね。誰にすればいいかな。コイル。でもこの辺聞く？あのさ、ゴースト系って何が聞くの？よし、戦う。電気ショックとか聞くっけ？あれ、聞かんかったかな？あ、これは聞く。よかった、よかった。よし。じゃあ、それで、マグネットボム。あ、やめて、眠らさないで。寝ないで。寝たよ。寝たよ、おい。ぐーぐー眠ってる場合じゃないからな、おい。ちょっと待って、とりあえず下がろう。下がって、足回りと交代。足回りの水鉄砲も効くやろ。よし、相手が弱っているチャンスだ、足回り。いやーな、うお。でかいな、下。思ったより下長いし。へい、おお、向こうが先か。水鉄砲。よし、いいぞ。イェーイ、いいな、私もゴースト系欲しい。お手入れ。お手入れってさ、眠っとるのも関係あるんかな。すごい。あなたどんな試練もこなすのね。なんか、どんな試練もこなすのねとか、すごいとか言うより、チッって顔しとったけど今。あ、コイルって寝るときひっくり返るんや。ひっくり返るんや。ね、これで起きる？これ起きるんかな？全然関係なかったりして。これでいいんかな？でもこれ状態異常を直すやけん、一応これのはず。あ、小さくなっていきよる。おー、よかったよかった。おはよう。おはよう。ほい、それじゃあ。よかった、ちゃんと直せて。道具がなくても直せるっていうのはいいよね。ロトム図鑑だ。いいな、いいな。ロトムたちすればいろいろ教えてくれるんでしょ？らしいよ。こんな感じ。教えてくれてね。疑問投げかけられたし。ポケモンが眠る霊園が草むらを抜けた先にあって、トレーナーがお参りに来てますよ。あ、マジか。
こっちでもなんかあるね、広がっとる。あ、やけんゴースとか、そういうポケモンを持っとる人がおるってこと？この先、ハウオリ霊園、そこにあるのは永遠。あ、なんかいいね。ハウオリ霊園。あ、落とし物。通れんよね。え？あ、びっくりした。なんかと思った。人がおるの全然見えんかった。超びっくりしたんやけど。アイナはマヒナ推しを見つけた。さあ。あの子が得意だった技、お見舞いするとしますか。得意だった。お亡くなりになったのね。かわいい。ポケモンブリーダーの行方が勝負を仕掛けてきた。よし、来い。お、ピカチュウじゃないか。あー、かわいい。え、なんか尻尾の形違うくない？え、なんか尻尾の形違うよ。あ、ダメダメ。飛行タイプとか絶対ダメだから。絶対ダメだから。何、誰で行けばいい？コラッタかヤングースやね。じゃあとりあえずコラッタ行こうかな。いや、コラッ、ヤングース。どっちでもいいや。ヤングースで。ねえ、なんかピカチュウ尻尾の先割れとんやけど。あれはあのピカチュウだけ？あれ、今までに出たピカチュウもあんなんやったっけ？今初めて気づいたんやけど。もしかしたら前からかもしれん。追い打ち。え、なになに？敵のピカチュウも仲良くする？仲良くなってんじゃねえよ、おい。おい。友達だから攻撃できないよ、とか言ってる場合じゃないからね。あー、体が痺れた。マジか。ちょ、ほい、体当たり、体当たり。あ、そっか、ヤングース。ヤングース、鍵分ける持ってたじゃん。あ、もう超仲良くなりよる。もしかしたら親友になるかもしれん。ヤングースの鍵分けるがあったらゴーストタイプ思いっきり攻撃できるやんね。あー、もうどん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 下げられていく。攻撃から防御からいろいろ下げられていくよ。よし、もうそのまま行け、体当たりで。なんかもっといい技覚えてくれんかな、ヤングース。あー、大丈夫？あ、大丈夫、全然大丈夫やった。よし、多分あと一発ぐらいでいける。もう十分下げたけん、ここらで、攻撃連続いってきますかって感じ。ほい、体当たり。待てよ。こっちに攻撃させろよ。ヤングース、体当たり。よし、オッケー。うわぁ、なんかかわいそう、ごめんね。お手入れ。お、ヤングースがレベル14に上がった。やったね。イエーイ。コイルはレベル14に上がった。おぉ。コラッタはレベル14に、お、どんどん上がっていくよ。嬉しい。ピッカー。ほい、そして、麻痺を治してあげよう。なんかちょっと貧相なお顔になっているから。てかなんかね、すごいさ、なんていうん、ここのマーク？ここのマークでさ、眉間にシワが寄っとるように見えるんよね。面白いよ。ほい。よかったね。ご機嫌、ご機嫌。よし。ピカチュウが眠るお墓。あの子の言葉で語りかけるの。え、今使ってたのはピカチュウじゃないの？ね、ピカチュウだよね。何やって、この人もトレーナーか。ここには家族だったポケモンが眠っています。なんかひときわ大きいお墓だね。ですが、しんみりするより元気な様子を見せたいのです。なるほど。あの横にあった落とし物は拾えんだろうか。陽気そうなおじさん。ジェントルマンのシグマサが勝負を仕掛けてきた。ジェントルマンなんや。お、幕の下。私もさっき捕まえたよ。なんかちょっと高級そうなボールやったね。入っとったのが。よし、つつけら行こうか。つつく、あ、そっか。なるほどね。飛行タイプが効果抜群か、格闘は。うっしゃー。ごめんね。語ってたとこ悪いけど、一発でやっつけちゃったわ。足回りはレベル16に上がった。イエーイ。幕の下、お前まで眠るんじゃない。なんか思うんやけどさ、あ、お金1800円ももらったよ。みんなね、負けた後のセリフと顔が合ってないんだよね。お墓で眠っているのは戦った幕の下の仲間です。ほんと親子みたいでしたね。なるほど。あ、こっちから回っていける。
お、いけるいける。ほら。アユナはわざマシーン100、内緒話を見つけた。内緒話。何内緒話って。なんかたまにさ、変な鳴き声みたいなの聞こえるときあるけど。あれは近くにポケモンがおるってことかな。アユナは大きなキノコを見つけた。大きなキノコ。これもトレーナーだ。ポケモンの霊園に来ると、しんみりしちゃっていけないですね。なんかポケモンで幽霊といえばもう私は初期の頃のさ、シオンタウンしか思い浮かばんのやけど。ビジネスマンの吉尾が勝負を仕掛けてきた。よし、やってやろうじゃないか。お、ディグだ。かわいい。あ、ディグだってあんな感じやったっけ？え、毛が3本生えとったりした？いいね、いいね。お化けの9太郎みたいやん。んー、あ、水タイプでいこうか。おし、それじゃあ、あ、でもそっか、飛行でもいいんやっけ。おし、あ、ちょっと待って。それじゃあ、続くで。ん？飛行でもよかったよね。あ、サッカーよかったのは。あ、くそ。間違えた。普通に間違えた。もういいや、このまま行こう。よし。多分あと1、2回でやっつけれるだろう。さあ、続け続け。ほら、あと1回やね。やべえ、これいつも思いよったんやけどさ、ディグダのメタルクローって、ディグダの爪は一体どこから？恐ろしくない？いや、そりゃね、モグラってことはわかるんやけど、ディグダなんかあの部分しか見えてないけんさ、なんか手足があると想像できんやん。怖くない？よしよ、涙我慢します。え、ちょっと、ビジネスマンがさ、そんな、自分のこと名前呼びってどうよ。今も心の中生きている。それでいいんじゃないかな。まあね。そうやって忘れないでいてあげることが、これお供え物じゃないの？取って大丈夫？アイナはいい傷薬を見つけた。なんかお墓に供えられてたいい傷薬もらっちゃったけど、もらったというか勝手に取っちゃったけど、許してね。てかお墓にいい傷薬って。もう死んでるんですけど。ってポケモン思いよったりせん？はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。